久しと新殿下ですねが本当に国民の支持を得て、行為を継承させる、される。これもだんだん明らかになったんですけど、国民の支持がないとね、安定的な行為継承にならないんですよね。というのは、 これもですね、私ね、もうかなりいろんなね、この一つの記事だけじゃないです。いろいろな、あの、古くからのですね、記事を読んで、週刊誌も大したもんだなと思ったんだけど、週刊誌報道がどうのこうのってね、簡単に言う人いますけど、読んだらすごいことが書いてありますよ。すごいうことってのはきちんとですね、取材もし、まとめもしてですね、昔の文春ってすごかったなと思うんだけども、皇室の歴史なんかもきちんと連載がありまして、えー、戦後特にですね、 えー、憲法の上に公式憲判が立っている状況、憲法の、まあ、解体系にね、下の体系に公式憲判が立ったと。で、主権者は国民であるというふうにですね、規定した今の憲法の下ではね、えー、国民の代表たるですね、国会議員が、あ議論をしてですね、公式憲判を改正できるんだとなっておりますから、あこの、まあ、法体系の、まあ、順位でいくとですよ、 あの、公私戦犯を変えてですね、いろんなことができる。それこそ、まさにこのですね、2003年から2006年にかけての時期というのは、小泉政権下で、えー、女系天皇、女性宮家も可能にしながらですね、えー、口頭の維持がね、図られるように、それに対して男系、えー、支持のね、えー、方々というのはですね、えー、大きく反発をしているで。表面上ですね、政治的な発言ができないですね、天皇家。 えー、党はですね、えー、それについてご意見は表の形では述べなかったんですが、実際はですね、あのー、こうやってですね、あのー、え、宮家にですね、第三子をお許しになる。で、えー、岩佐俊夫という当時のですね、えー、971条長官にですね、えー、第三子を期待したい。えー、皇室の岩佐か繁栄を考えると、三人目を強く希望したいという発言をさせてるんですね。させた上でお許しが出たという話もしてると。 これはひ、誠、ま、に重大でありいい、要するにですね、私に言いたいのはですね、やはりですね、現象面で言うとですよ、現象面で言うと、冒頭ですね、私が述べたですね、この文芸春秋での7月特別号の愛子天皇を諦めないという中で、 静岡福祉大学名誉教授のですね、小田部雄二先生が述べられたようにね、この20年間皇室を混乱させてきたのは男系男子の皇室。まさに男系男子の皇室ということがですね、えー、上皇、上皇、上皇后両陛下の頭にですね、きちっとあってですね、えー、それがですね、えぇ、ー、エミアをして動かさせ、同時にですね、 その都度ですね、九七一長長官の言動にもつながった。翻ればですね、えー、例えば、あ政子皇后陛下がですね、えー、ご結婚されて、えー、まあ外、外交官を辞めになってご結婚されて、えー、から、あのー、いわゆるですね、まあ、それこそ、近所陛下が人格否定と非常に言い気ってですね、発言された、えー、背景にも、 やはりこれは男系男子に基づくですね、えー、動きがあった。で、えー、せめてですね、えー、長子継承ですか。長子継承の方向ならばね、道が開けるわけですよね。まさにその愛子内心の弁護殿下がご誕生された、えー、まあ2002年。 ですよね。2002年の12月の1日にお誕生された。その時にね、その時に本当に思いがわかりますよね。えー、あの、まさ皇公陛下の生まれてきてくれてありがとうと。本当にね、えー、先ほどのですね、まあ、記事にもあるんですよ。あのー、こ,のこの記事にもね、あの、これ、写真をですね、まささんとこうね、 ええー、まさこ、まさこ、マ子今後の兵が、当時は皇太子妃ですが、ああ、栃宮愛子内親の殿下とですね、こうやって、お花をご覧になってるという幼稚園のね、時代なんですよね。えー、まあ、本当にいい愛子殿下がですね、えー、生まれる中で、えー、一末の救いがあったんですけど、しかし、それをもですね、 大きく飲み込んで,ですね。えー、なんていうかね、背景に押しあろうとする動きといいますか。それがですね、まさにこの時始まってる。これは本当に皇室全体にとっても不幸なことであるなと、私は思います。えー、まあ、この問題もですね、よくね、考えてですね、果たしてね、どういうあり方が正しいんだろうかと。ともかくですね、今のあり方っていうのはね、少なくとも、 エーミア家がですね、このままですね、進んでいくということはかなり難しいですよね。エーミア家が、もう、はっきり言ってですね、えー、ドラスティックにですね、今までのあり方を変えていかれる。ただ、面白いのはですね、あの、エーミア家についてもですね、えー、いろいろ見るとですね、例えばあの、ジェンダーフリーの考え方を早く入れようとしてると。これは皆さんご存知ですよね。あのー、男女の別なくね、 えー、えみや家のですね、まあ、公子家の、公子局の971職員についてはですね、休務官という名前に変えさせてると。これはあのー、強いですね、えみや公子殿下の意向が働いてると。いうことでありますんでね。本来ですね、あのー、例えば、女系天皇、女性天皇とかね、えー、女性宮家というのにつながる考え方も、 お持ちなんじゃないかなと、思うんだけども、しかし自分のところにですね、えー、口頭のですね、継承がされていくということは、男系男子という方向でやってるんだというところに矛盾がありますよね。えー、そこはですね、本当にね、えー、どうなっていくのかっていうところが一つの問題の焦点になるんじゃないかなと。 思います。また、あの、古い学者の方がいろいろ言われてるんですけど、最近ですね、気になるのはですね、小田部先生なんかも言われてますけどね、例えば、あの、歴代天皇のうち、どこからどこまでがですね、実在されてるのかということとかね、あの、男景というけども、じゃあそもそもですね、えー、そもそも全体の人であるアマテラス、大カ神のことってのはですね、えー、女性だったんではないんですか、ということであるとかね、あの、あ 万世一系っていうそのものもですね、実はあですね、単純なようでちょっと検証が必要ですよと。これ万世一系って確かに言われてるのは明治からなんですよ。で、男系男子っていうのもですね、伝統として一応確立させるというかね、かなり定着させるっていう議論が確定したのは明治からなんですね。で、詳しくですね、天犯例とかそういうものにですね、きちんとしたのは、 ああ、小田部先生のご説明。まあ、浅くしか読んでないんで、私誤解している可能性ありますけども、1926年ですから、昭和2年なのでしょうがね、えー、昭和2年というか、昭和元年かもしれません。えー、このあたりなんでね、もう一度見直していく必要があるんじゃないかなと思いますね。でもともかく事実の積み上げでしかね、えー、きちっとできない。あと、それとね、 えー、経験問題ってまた別だと私は思ってるんですよ。もしね、男系男子で、えー、例えば、高等維持するっていうことを真剣に考えてる方がいるんだったらば、男系男子で継ぐ、まあ、好意継承者が二人いる、エ宮家が今置かれてる状態っていうのは、尋常じゃないっていうことを感じてですね、えー、いろんなお車についてはね、えー、やっぱり国民としてですね、命にかけてでもですね、還元すべきですよ。 あのそんなことしないで私に攻撃してウさハラしてるより話にならんですね、うん、私はもう、なんていうかね、そういうなんか男系男子を高額に言う人たちのある意味情けなさを見て、ですね、えー、ちょっと私はいろいろです、ね、そういうことも、ま、含めてですねきちんと見直していくことを考えております。